皆さんこんにちは、ひろくまです。今回も動画をご視聴いただきありがとうございます。今回は安倍派の総会が行われました。そこで何が語られたのか、そして今後の岸田政権の人事について、それによって安倍派がどうなっていくのか、そして安倍さんの近くにいた甘利明氏が安倍派について語られております。それではこちら TBS の記事です。安倍氏の意思引き継ぐ、安倍派総会で現体制名称維持を決定、安倍派と岸田総理が駆け引きもという記事です。もう安倍派と岸田総理との駆け引きが始まっております。そしてこの安倍派の総会に安倍昭恵夫人も出席し、冒頭で黙祷を捧げました。そして昭恵さんは未だに信じられないと涙ながらに訴えられておりました。そして塩谷会長代理が、安倍氏にはやりたいことがたくさんあった、それをぜひ引き継いでほしいというお言葉もありました。清和県の責務は一致団結して安倍元総理の意思を継ぐことだと、そう語られました。そして安倍氏の意思を引き継ぐとして、総会では安倍派の名前を変えず、当面後継の会長も置かないことを確認、今後の派閥の運営方針は塩谷氏ら幹部で会合を開いて決定していくことになりました。後ほどこの運営方針についてどういった動きがあったのか詳しくご説明いたします。そして安倍元総理という絶対的リーダーをなくし、求心力を失いつつある中、安倍派の会長代理を務める下村氏は一致団結を強調しています。そこで下村氏のコメント、安倍さんが発信されたことをですね、我々がしっかりとそれを継承していくという意味では、安倍派がまとまっていかなければその発信力も弱まるということがあってはならないと、と。なので下村氏は今後どんどんご自身でその発信力を強めていきそうな気がします。そこで安倍派が乱れていくような気がするので、下村さんは葬儀が終わってないのにそこまで言うかということがありましたので、安倍派を乱すような発言をしていくような気がします。そして93人が所属する安倍派は岸田派の2倍以上の規模、分裂を回避し、党内最大派閥としての影響力を維持しようというのです。もともと自民党内でもリベラル色の強い岸田総理と保守派のリーダー安倍氏とでは政治的な立場に違いがありました。そこで安倍派の若手議員、岸田さんは参院選に勝利した、今後自信を深めていけば安倍派に配慮する必要がなくなっていくだろうと、そうなっていくと私も思います。そして最初の山場は来月の下旬以降に行われる見通しの内閣改造や党の役員人事での安倍派や保守派の処遇となります。これについては後ほどスケジュールも合わせて詳しく説明をいたします。そしてこれについて下村博文氏が、しっかりと岸田総理に対しても人事についてはお願いするところはお願いすると、はっきりと国民の皆さんに自民党の保守的なスタンスをより理解してもらわないと、なかなか他党に流れていくこともあるかもしれないという危機感を持つことが大切だと思いますと、下村氏は保守層の期待を裏切らないよう対応してもらいたいと岸田総理に釘を刺していました。しかしこのセリフをですね、葬儀が行われる前に言ってしまったので、安倍派の中でちょっと行き過ぎだよという声が漏れておりました。なので安倍氏亡きやと岸田総理がどう政権運営を行っていくのか手腕が問われてくるということになります。続いては時事通信の記事です。安倍派の総会で何があったのか、こちら安倍さんがいつも座る席に写真が飾られておりました。そして塩谷氏、山谷恵理子氏、高木剛氏、西村康稔氏がいますね。喪中に考慮、現状維持で再出発、主要メンバーに溝、残る火種、自民安倍派と、非常にですね、本当に今いつ分裂してもおかしくない状態です。自民党安倍派が会長空席のまま幹部の役職を変えずに再出発したのは、会長だった安倍晋三元首相のもがけないうちに、新体制をめぐって党内抗争へと発展する事態を避けたためだと。ただ主要メンバーの間では、現状維持か集団指導体制に移行するかで意見が衝突しております。そして90人以上を要する最大派閥は今後に火種を残した形となりました。そして塩谷会長代理は、一人一人が役職を全うし結束して進みたいと呼びかけました。そして下村会長代理も結束に言及。
約60人の出席者からは一致団結を求める声が上がり、提案は粛々と了承されていきました。そしてこの中で現状維持を主張していたのは塩谷氏、下村良氏と江藤誠志郎最高顧問の3人ということになります。塩谷氏と下村氏は会長代理で、最高顧問の江藤誠志郎氏は現在81歳なんですよね。つまり派閥の重鎮ということになります。その3人は現状維持を主張、いずれも衆院当選9回以上のベテランです。そして塩谷下村両氏は15日の会談で現状維持を確認、自身らが派閥を束ねる事実上の総統体制を訴えておりました。一方、同派主要メンバーのうち塩谷氏らより当選回数の少ない萩生田光一経済産業省、松野博一官房長官と参院安倍派の世耕弘成会長らは世話人会新設を主張していました。その世話人会の構成メンバーは萩生田氏ら3氏と塩谷下村両氏、西村康稔事務総長、高木剛副会長の計7人、そして現職閣僚の萩生田、松野両氏は慣例で幹部ポストから外れているため、新組織で派閥運営に関与する思惑がありました。そしてその対立は世代間抗争の様相も呈し始めておりました。つまりこの3人のベテランに対して、現職閣僚を含む人たちが、いやいやベテランの人たちだけ決めるのはおかしいでしょと、それなら世話人会を作ってみんなで話し合いましょうよと、そういった世代間抗争がありました。しかし派内から49日や国葬も終えない中での対立を嫌う声が拡大、萩生田氏らは主張を一旦取り下げました。しかし萩生田さんというのは政界引退後も同派に影響力を残す森喜朗氏と近いんですよ。なので森喜朗氏の意向が世話人会の設立にあったのではと見られております。そして最終的に総統体制ではなく塩谷下村両氏の突出を避ける現状維持と位置づけることでひとまず落ち着いたということになりました。つまりこの2人のツートップの突出だけは避けたいと、なのでこの役員たちで決めましょうよということになりました。つまり7人よりも多いということになります。鎌倉殿の13人より多い15人ということになります。おそらく7人よりも揉めるのではと思います。そして混乱は当面回避されたものの、国葬後に主導権争いが再燃するとの見方は消えていないと、そりゃそうなるでしょうね。世代間抗争が出てきておりますので、国葬後にその主導権争いが出てくると思います。実際下村氏周辺はいずれ萩生田氏らからいろいろ動きが出てくると睨むと、集団指導体制移行後の関係者も今後は下村氏の影響力は増す可能性があるとみて、戦後をいかに抑えるかが大事と警戒を解いていないそうです。そして党内には親子3代にわたって同派に所属する福田達夫党総務会長が、調整能力の評価が高く安倍氏最側近だった萩生田氏を派の後継者に推すと見る向きもあると、福田達夫氏が萩生田氏を後継者に推す向きがあるそうです。なので国葬後は萩生田氏が出てくる可能性が高くなりそうですよね。そして党関係者の一人は、国葬後は歯がいつ割れてもおかしくないと語ったそうです。そうなるでしょうね。なのでもし萩生田氏が出てきたとしても、その調整能力によって歯が割れないようにすることもあるかもしれません。しかしですね、萩生田氏が出るとこのベテラン勢がどういうかにも注目となります。おそらく高市さんの清和会への復帰を阻んできたのはベテラン勢ですので、そのベテラン勢がどういうかにも注目ということになります。続いては日刊スポーツの記事です。昭恵夫人は私は補選に出ませんと、そして後継者はまだわかりませんと語られました。冒頭で安倍氏の妻昭恵さんが安倍氏死去に伴う衆院山口4区補選には出馬しない意向を派閥幹部に伝えました。そして昭恵夫人は、私は補選には出ません、後継者についてはまだわかりません、これからもご指導をお願いしますと述べたという、もう昭恵さんは出られない方がいいと思います。出ると野党の集中砲火を浴びることになるので、絶対に出ない方がいいです。そして現在言われているのは岸防衛省のお子様、長男次男がいるので、どちらかが出るのではと言われております。しかしまだどうなるかはわかりません。そして冒頭で昭恵夫人から、
安倍氏は会長としてやりたいことがたくさんあった。それをぜひ引き継いでほしいと挨拶をされました。なので昭恵夫人は今まで大変でしたので、もうゆっくりされるといいと思います。こちらフラッシュの記事です。早くも始まった安倍叩き。そこで心配される昭恵夫人の心痛。そして種は芽吹くと挨拶後は無言貫き、喪に服しているということです。安倍さんが亡くなった後、早くも安倍叩きが始まりつつあり、残された昭恵夫人に心配の声が集まっております。12日の葬儀では、まだ夢を見ているようです。主人のおかげでいろいろなことを経験できた。すごく感謝しています。いつも私のことを守ってくれましたと、そのように語られておりました。そして、主人も政治家としてやり残したことはたくさんあったと思うが、本人なりの春夏秋冬を過ごして、最後冬を迎えた、種をいっぱい撒いているので、それが芽吹くことでしょうと語ったと報道されております。そして昭恵夫人には休む間もなかったと、現地に向かって安倍元首相を見取り、自宅に戻ってからは党関係者や閣僚らの弔問に対応しなくてはいけない、増上寺での葬儀の段取り調整に加え、今後は国葬に関する相談も始まっていくだろう。なのでゆっくりと痛む時間さえ取れていないと思われる昭恵さんに追い打ちをかけるように早くも安倍叩きが再燃しております。それは国葬をめぐって全額政府負担おかしいとか、森友学園問題を解決してからと未だに抽象が飛び交っていると、もう森友学園というのは全く安倍夫妻の関与はなかったと証明されているのに未だに言っていると、朝日新聞の影響ですよね。疑惑は深まったと、疑惑はないのに言い続けたメディアの影響です。なのでネット上では過酷な状況にある昭恵夫人に心配の声が多く寄せられています。昭恵夫人やご家族のことを思うともういたたまれないとか、そういった言葉が出ております。そして政治はカレンダーです。今後のスケジュールと人事について、時事通信の記事です。9月上旬に内閣改造党人事、茂木麻生松野氏留任で調整と、岸田首相は内閣改造党役員人事を9月上旬に行う方向で検討に入っております。そして党役員では麻生太郎副総裁と茂木敏充幹事長、閣僚では松野博一官房長官の留任を調整、政権基盤の安定に向け骨格を維持する方針となります。そして人事をめぐっては当初8月3日から5日の臨時国会の閉会直後に行うとの見方も一部にあったが、日程上厳しいと判断。お盆明けの8月下旬も検討されたが、銃撃で亡くなった安倍晋三元首相の四十九日を同25日に控えるほか、首相が27日、28日両日にチュニジアで開かれる第8回アフリカ開発会議に出席を予定するため、9月上旬へずれ込む見通しとなりました。なので安倍さんの四十九日は8月25日となります。それ以降の9月上旬に人事が行われるということになります。これが安倍派に来る第一関門ということになります。そして茂木氏については、首相は参院選の陣頭指揮を取った功績を評価。そりゃそうでしょうね。参院選では大勝したので幹事長は変えることはないと思います。そして国政選挙並みの体制で臨む沖縄県知事選、これは8月22日告示の9月11日投開票です。それが迫る中、留任が適当と判断しました。そして麻生氏には安倍氏の旧姓を受け、首相経験者として党の重し役を期待すると。なので麻生副総裁も変えませんよということになります。そしてちょっと驚きなのが、林芳正外相と鈴木俊一財務相も続投されるとの見方が強いと。あれだけ外務大臣としておかしなことを繰り返す林外相を外さないと。なぜかと言いますと、林さんを閣僚から外してしまうと、岸田派、つまり宏池会の中で林さんが影響力を及ぼしてポスト岸田の足固めを行うと。そうなると困るので、いつまで経っても林さんを閣僚として身近に置いておきたいと。なので普通は党総裁になると派閥から外れるんですよ。しかし未だに宏池会の会長岸田首相はしているので、裏
裏を返せば高知会の中は一枚岩ではないことを証明しております。なのでいつまで経っても林さんを閣僚から外すことができないとおかしなことしてますよね。つまり自分自身のために政権運営をしているということになります。国のためを思うなら林外相を外さないといけません。それができないということは自分自身のために政権運営をしているということにもなります。そして鈴木財務省は財務省の言いなりです。そして一方体調面が不安される岸信夫防衛省は緊急参集などの現在の負担の大きさを考慮し党の要職に横滑りさせる案が出ていると。党の要職は4ポストあります。総務会長、政調会長、選対委員長、国対委員長の4ポストです。総務会長は福田達夫氏、政調会長は高市早苗氏、選対委員長は遠藤氏、国対委員長は高木剛氏。その党4役のうち高市政調会長と福田達夫総務会長は交代論が浮上しているので、どちらかに岸さんを当てるのではということになります。そして注目は私の動画でもたびたび出てきておりますが、菅前省を重要ポストに迎えるかも焦点となります。しかし菅さんは断ると思います。そして高市早苗さんがどうなっていくのかですよね。それも注目ポイントの一つということになります。そして先の参院選に出馬しなかった金子農水省と二之湯国家公安委員長は7月25日に参院議員の任期満了を迎えるが、首相は内閣改造まで民間人として続投させる方針となります。それもちょっとおかしいですよね。しかし日程上やむを得ないということになります。なので第一関門は9月上旬に行われる人事ということになります。もちろん安倍派の第一関門でもありますが、これは岸田政権の第一関門、そして自民党の第一関門でもあります。これによって安倍派が割れる可能性、そして自民党が割れる可能性、そうなると岸田政権は政権運営ができなくなりますので、そこに注目ということになります。こちら甘利明氏の国会リポート。以前甘利氏は安倍麻生甘利のトリプル A の一人と言われておりました。その甘利氏が今回安倍派について言及をされております。安倍元総理の銃撃事件から10日余りが経ちました。未だ朝起きるとあれは現実だったのだろうかという思いが真っ先に頭をよぎります。心からご冥福をお祈りいたします。そうですよね、あれは嘘であってほしいと思いますよね。そして今後岸田政権は衆参で選挙に勝利し、絶対安定多数を取りながらも不安定要因を内在する政権運営を強いられます。先頭に立って高めの剛速球を投げ、批判を一手に受け切れるだけの政治的体力のある安倍元総理の存在があればこそ、岸田総理の政治的選択はバランス感覚のある選択として評価されてきました。世界最強の重しを失った今、誰も安倍元総理に代わる存在がない中で、各種課題に対する妥当な着地点を自身が先頭に立って探っていかなければなりません。これからが本当の岸田総理の胆力と進化が問われます。いやー本当にいいこと言われますよね。今まで安倍首相は批判を一点受けてきましたよと。その中で岸田首相は野党の意見も取ってバランスある感覚として言われてきたと。しかし今安倍さんがいなくなったことで、その着地点を自らが探っていかないといけませんと。なのでこれからが本当の岸田総理の進化が問われることになりますよと言われています。非常にいいご指摘ですよね。そしてここも重要です。岸田派は今こそ身を捨てて総理を支える本当の四天王を作らねばなりませんと。つまり甘利さんは岸田派は一枚岩ではないことを言われていて、岸田派も今まで通りではダメですよと。つまり今まで岸田派の人間は本当の意味で岸田首相を支えていませんよと言われております。なので我こそがナンバー2を辞任する者は全ての役職を捨てて岸田総理を支えてこそ評価の対象になることを肝に銘じてもらいたいと思いますと。つまりこれは林外相のことを言われてます。はっきりと言われてますよね。しかし岸田派
派の中では珍しい保守派の議員で小野寺いつの氏もいらっしゃるんですよね。なので小野寺氏に出てきてほしいですよね。そしてここから安倍派に言及されております。最大派閥の安倍派は当面というより当分集団指導性を取らざるを得ません。そしてここからが非常に辛辣に書かれております。塩谷下村両会長代行に加え西村事務総長と世耕参議院幹事長、党内には要の官房長官たる松野さんと萩生田経産大臣が主要メンバーと言われますが、誰一人現状では全体を仕切るだけの力もカリスマ性もなく、今後どう化けていくのかが注視されますと、めちゃくちゃはっきり言ってますね、甘利さん。それぐらい言っていいんでしょうかね。すごいはっきり言ってますね。誰一人現状では全体を仕切るだけの力もカリスマ性もなく、今後どう化けていくのかが注視されますと、いやもうおっしゃる通りだと思いますよ。それだけ安倍さんの力がすごすぎたということになります。なのでですね、ここでですね、我こそはと甘利さんがおっしゃるように化けてほしいですよね。そしてまだあります。そしてもう一つの注目すべき点は菅前総理と二階派の存在です。二つがどう結ぶのか、二者をつなぐ存在が森山前国対委員長です。私が TPP をまとめた際、党内の農水族の真意を図った存在が彼でした。政局感の鋭い政治家ですと。つまりですね、キーポイントはこの森山前国対委員長です。現在森山派の領袖です。いや、面白くなってきましたよね。つまりですね、安倍派だけではなく、岸田派も変革が必要。そして菅さんと二階さん、そして森山さん、この動きが大事と指摘されております。そしてですね、まだ甘利さんってズバズバ言ってます。私は20年近く前から政策を語り合いつつ懇親をする若手の会の一つを主催してきました。その中に岸田総理を含め現政権政府自民党の主要メンバーがいます。そして菅前総理もメンバーでしたが、近くにいるのに、いや近くにいたからこそ岸田総理との距離感ができてしまったことが返す返すも残念ですと。つまり二人の仲があんまり良くないことをばらけてしまってますね。はっきり言うな甘利さん。いやそうなんです。皆さん、菅さんはですね、岸田さんを嫌っているというか認めてないんですよね。そして岸田さんの温厚さが曖昧さと移り、政治家としての決断力への不安との受け止めになったのかもしれませんと。やっぱり菅さんはですね、総理時代たった1年間でいろんな政策を実現させました。その菅さんが岸田さんを見ると優柔不断すぎて決断力がないと、そう見てるんでしょうね。しかし職が人を作ると言われます。総理になって以降の岸田さんは日を追うごとに総理の風格が備わってきたと見えるのは私だけではないと思います。安倍さんが亡くなった後覚醒したのではと言われるぐらいですからね。そして今後修羅場を経験して平時の岸田から有事も岸田へと進化していくことを期待したいと思いますと。そして甘利さんが語る安倍さんのエピソード、安倍元総理が父上の安倍晋太郎外相の秘書官をしていた頃、ある途上国との会談に同席した際のことです。先方の首脳が、我が国は日本の貢献に心から感謝しています。日本は私たちにとって兄のような存在です。まだまだやらなければならないことは多々ありますが、あとは我々の努力です。日本に甘えすぎず、自身でも頑張りますと。この言葉に感激した安倍晋太郎外相は、隣席の外務省幹部に、おい、この予算を倍額にしろ。と言われたそうです。そして慌てた高官は走り書きのメモをそっと安倍晋三秘書官に渡したそうです。開くと父上を押さえてくださいと書いてあったそうです。情にほだされる優しさは父親譲りですねと。安倍さんというのは本当に優しいお方ですので、それは父親譲りなんだなというエピソードでした。ということで、甘利さんの国会リポート、メディアの視点ではなく、政治家が語るリポートですので、非常に信憑性があります。で、こちらのリポートは説明欄にリンクを貼っておきますので、皆さんもぜひご確認ください。そしてメルマガで登録も可能です。そちらのアドレスも載せておきます。ということで、
スケジュール的には9月上旬の人事に注目ということになります。ですのでまた政局のニュースがありましたら動画をアップしていきますので、よろしければチャンネル登録と通知ボタン、そして高評価とコメントもぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。